カホです。マキです。私たち東京女子体育大学の同期なんです。見え映えたいです。せーの、ハンドボールガール。この番組はホンダカーズ三重北、日商、 HB101 のフローラ、安心安全輸送の新生運輸、有限会社大宝工業の提供でお送りします。夏といえば花火。背番号24番なるです。夏といえば海、プール。実は泳げません。背番号9番さやです。7月になりました。この夏やりたいことはある？花火。いいね。去年みーさんたちと一緒に手持ち花火やったよ。やったね。風が強くて全然つかなかったけどね。さやさんは？お祭りに行きたい。ずっと食べてそう。食べないとね。リンゴ飴とかたこ焼きとかイカ焼きとかありで美味しいものいっぱいあるね。まあ7月はね、楽しいこといっぱいあるけど、私たちはねハンドボール三昧って暑いよね。もうすでに今は暑いもんね。サウナ状態だしね。7月は東海ダービーもあるし。そうだね。それに向けて頑張るか。そうだね。頑張ろう。頑張るぞ。あ今回はマキさんがゲストに来てくれます。マキさんってシュートの打点高い。ディフェンスのあたりも痛い。そしてそして関西弁がすごい。いや、それさやさんもね。せやな。今年も暑い夏がやってきました。暑さに負けず頑張っていこう。スーパーゲストトーン、イエーイ。今回のゲストこの2人です。じゃあ背番号28番ソニーセミコンダクタマニュファクチャリングから移籍しました山口真希です。よろしくお願いします。え、カノさんは何でいるんですか？私はほら、真希のアイラトリに来ました。なるほど。今回マキさんにゲストに来ていただいたんですが、もう少しマキさんのことを教えてください。移籍新加入ということで、マキさんはどこから来られましたか？ソニーセミコンダクターマニュファクチャリングから来ました。ポジションはどこですか？レフトバックです。出身大学はどこですか？東京女子体育大学です。だからトハさんがいるんですね。そうなんです。マキさんに聞く30の質問。マキさんに30の質問を準備してきました。質問にはすぐ答えてください。パスは2回までです。準備はいいですか？はい。まず1問目、自分の性格、キャラは何ですか？人見知りだけど慣れたらおしゃべりなところです。自慢できることは何ですか？自慢自慢し髪の毛がサラサラサラ好きな男性のタイプは？嫌わないでも性格が合う人だな。芸能人、有名人は誰が好きですか？わかんない。何だろう。パス早い早い早い得意な手料理は何ですか？オムライス。おお。ハンドボール以外で興味があることは？趣味でも OK です。とあ、バレーと水泳。オフの過ごし方は？オフの過ごし方は買い物行ってのんびりすること。何をしている時が一番幸せですか？食べてる時と寝てる時。寝る間際、布団の中で何を考えていますか？疲れたって。ある10億円が当たりました。
何に使いますか？爆買いする。爆買い。好きな本、漫画、ドラマ、映画などは？好きなドラマ、映画はコンフィデンスマンジェリー。ある映画の出演、主演が決まりました。どんな映画？コンフィデンスマンじゃない。バイフェットはどんなチームですか？みんなが仲良くてすごい向上心があるチームだと思います。一番仲がいい、もしくは仲良くなれそうな選手は？一番仲いいのはこいつです。いやもし自分が男だとして彼女がいますか？対戦相手として苦手だったバイオレットの選手はいらっしゃいますか？過去の尊敬する女子ハンドボール選手は他のチームでも大丈夫です。今ラビッツで監督をしている田中美玲子さんです。この選手すごいなと思ったのは誰ですか？この選手すごいなは北国銀行の相澤選手です。じゃあこの選手面白いなって思った選手面白いなですか？アランパールの鈴木リミです。負けた。同期に負けた。熱い人です。じゃあ同期のカホさんはどんな人ですか？こんなずっとふざけてるやつですけど意外と真面目。いいこと言うじゃないか。キャプテンリンさんはどんな人ですか？リンさんは逆にめっちゃ真面目そうだけどめちゃくちゃ面白い。それは合ってる。ハンドボールにまつわる泣けるエピソードはある？ない。泣けるエピソードは私のこんなところに注目して。ディフェンスだけではなくオフェンスもいっぱいチャレンジしていきたいと思います。今シーズンの JHL 優勝するのはどのチーム？三重バレンタインズ。イエーイ。以上30の質問終了です。イエーイ。それでは最後に今シーズンの意気込みをマキさんお願いします。新メンバーとして新メンバーらしく思い切ってプレーをしていきたいと思います。一応カホさんも聞いといた方がいいですか？私は大丈夫です。以上スーパーゲストトークでした。バイバーイ。それではプレゼントのお知らせです。私たち4人のサイン入り色紙をプレゼントします。私たち4人のサイン入り色紙を1名の方にプレゼントします。ご応募はこちらです。ここで試合のお知らせです。今月は東海クラブダービーが開催されます。4年ぶりの開催です。名古屋で開催されるので皆さん応援に来てください。待ってます。それではいきますよ。バイバイ。この番組はホンダカーズ三重北、日商、 HB101 のフローラ、安心安全輸送の新生運輸、有限会社大宝工業の提供でお送りしました。ところで今日の収録はどうでございますか？とても緊張しました。そうでございますか。ではご挨拶しましょう。それでは行きますよ。また見てね。バイバーイ。